はい、皆さんおはようございます。イケメン優しい最高はモットーのサンシャインマムラです。現在私は、最寄り駅、個人情報特定されて嫌なんですけど、最寄り駅のですね JR 西日本京都本線の高槻駅の方に来ております。本日3月7日からですねサンシャインマムラ関東進出が決定いたしました。イエイ。この取材出発する3月7日はですね首都圏の1都3県ですかね、緊急事態宣言は延長されたんですけれども、ちょっとこのようなマスクとかですね感染対策を講じながら東関東の鉄道に乗りに行きたいと思います。またですね旅チャンネル、全く更新してない旅チャンネルもですね関東取材を通じて何本か投稿できたらいいなと思ってますので、ぜひ皆さん全ての動画をご覧いただけたら幸いでございます。本日のこの高槻駅からですね東京方面に行くわけなんですけれども、何で行くと思いますか？新幹線、飛行機、そんなものではございません。なんとですね鉄道ファンだったら誰しもが一度は使ったことであろう青春18切符を使って東京に行きたいと思います。おお、やっと来たかって思う方もいますが、東京まで行くわけなんですけれども、ちょっと取材のスケジュール上一部区間で新幹線を利用したワープをちょっと使用するので、その点はちょっとご了承ください。またその新幹線ワープをどの区間で利用するのかも予想しながらご覧ください。フルバージョンかですね、そのバージョン区間ごとに分けてバージョン1バージョン2っていう風に分けて投稿するかはちょっとまだ未定なんですけれども、ぜひ皆さん最後まで動画をご覧ください。それでは改札の方行ってみましょう。はい、高槻駅の改札付近に来たんですけれどもね、朝ということもあってこのようにパントリーっていうスーパーマーケットと奥にあるセブンイレブンなどのお店や、あとあちらにある緑の窓口も閉まっています。ただ私も食料は事前に調達はしておりますので、何もしはございません。それでは改札の方入っていきたいと思います。それではこちらのまっさらな青春18切符を使用してホーム入っていきたいと思います。駅員さんがいないですね。すいません、青春18切符一人でお願いします。あと駅員もしてくれたら嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ということで記念すべき第1回目の乗車目ですね、高槻の印を押していただきました。本日乗車するのがですね6時13分発のですね、いやー超ぼやけるなこれ、6時13分発の快速米原方面長浜駅です。朝は快速が走ってるんですね。新快速乗れたら一番良かったんですけれども、ちょっと早朝ということもあって新快速が走ってないので今日は快速列車で我慢します。それではホームですね、2番乗り場に行っていきたいと思います。はい、電車が入線してきました。なんと今日大当たり引きました。225系の100番台に乗車できるということで、もうテンション爆上がりです。それではこれ乗車して長浜まで行きたいと思います。電車は高槻駅を発車しました。快速電車は長岡京、京都の順に止まり、京都から終点米原、また長浜までは各駅に停車します。次の停車駅は長岡京駅です。電車は長岡京駅に到着しました。この昼間走る快速電車は高槻から普通列車となり各駅に停車するんですけれども、快速電車は京都までの間長岡京にしか停車しません。次の停車駅は京都駅です。電車は京都駅に到着しました。
この京都駅でね、快速運転は終了し、終点の長浜駅までは各駅に停車します。まあ今日225系なんでね、まあラッキーだとと、車内にねモニターがついてるので暇つぶしできるので、まあいいかなと思います。京都駅はですね、日本一ホームの長い駅としておなじみの駅となっています。電車は、京都駅を発車しました。次の駅からですね、山科、大津の順に各駅に停車していきます。電車は大津駅に到着しました。大津駅は滋賀県の県庁所在地となっています。電車は草津駅に到着しました。この駅でですね、西明石からずっと続いていたね伏線区間が終了します。この駅ではですね、草津線の電車と乗り換えすることができます。電車は安駅に到着しました。この安駅はですね、一部の時間帯の新快速がこの駅から発着しています。電車は近江八幡駅に到着しました。この駅はですね、近江鉄道線と乗り換えすることができます。電車は彦根駅に到着しました。彦根といったらやっぱり彦根城とおなじみとしな街だと思います。この駅でね、近江鉄道線と乗り換えすることができます。また噛んでしまいましたね高槻駅からですね、約1時間半程度揺られて、電車は米原駅に到着しました。私が今乗っているね、225系の車両はね、この先長浜まで行くんですけれども、後ろのね8両編成の車両はこの米原駅止まりとなるそうです。それでは切り離し作業もね見ていきたいと思います。現在私は米原駅におりますが、米原駅はですね、こっちの右側にですね、 JR の東海が運営している東海道新幹線が走っています。そしてあとはですね、近江八幡、彦根で見ることができた近江鉄道線とも乗り換えすることができます。そして次はですね、こちら八幡線から出発する8時4分発普通列車大垣行きに乗車したいと思います。あとだいたい10分ぐらいあるのでね、まあ、ちょっとホームでゆっくりしながら待ちたいと思います。はい、ね、大垣までね乗車する列車なんですけれども、車両の方がですね311系となっております。まあね、さっき乗ってきた電車が12両なのに対してこちらがね4両ということでね、ちょっと車両短いなと思います。まあ、せめて8両編成してくれたら嬉しいですね。まあ、この車両乗ってね大垣駅まで行きたいと思います。電車は米原駅を発車しました。これよりね大垣駅まで30分間こちらの311系に乗車していきます。電車は関ヶ原駅に到着しました。この駅からですね岐阜県に入ります。関ヶ原といったらやっぱりね関ヶ原の戦いでおなじみの場所ですね。電車は大垣駅の4番乗り場に到着しました。まあこの電車はまあ4両編成ということからね、まあ乗り換えないといけません。一部の列車はなんかこのまま快速列車になって乗り入れる運用もあるそうです。これからですね一番電車ホームに停まっている電車に乗り換えたいと思います。はい、大垣駅といったらやっぱり大垣ダッシュ有名なんですけれども、やっぱダッシュするのはマナー違反なので、ちゃんとね階段もゆっくり上がるようにねしましょう。
まあ大垣駅といったらやっぱりかつてねムーンライトながら号とか来てたんですけれども、今回のダイヤ改正のなってからなんかムーンライトながら号はまあ運転されなくなりましたね。いやーやっぱ18キッパーのね聖地とも呼ばれたムーンライトながら号の運転終了はちょっと悲しいですね。おー走るな走るな走るな。なんかあちらにはねなんか1両編成の機動車が止まっています。鉄道会社はわからないんですけれども、わかる方はコメントお願いします。電車は大垣駅を発車しました。豊橋駅までねこちらの特別快速に乗車していきます。停車駅が岐阜までの各駅と尾張一宮、名古屋、金山、刈谷、安城、岡崎、蒲郡となっています。電車は木曽三線の一つ揖斐川を渡っています。これがねだいたい名古屋の湾の方へ流れるということですね。電車は岐阜駅に到着しました。岐阜はね岐阜県の県庁所在地として知られている岐阜市のね地上道真ん中あたりにあると思います。この駅でですね高山本線の飛騨号とか美濃太田方面に行く路線、また名鉄線と乗り換えすることができます。またこの岐阜駅からですね快速運転を行います。次の停車駅は尾張一宮駅です。電車は木曽三線の一つの今木曽川を渡っております。電車は尾張一宮駅に到着しました。尾張一宮駅はですね向かい側に停車している特急しらさぎ号などを含めて特急、特別快速、新快速、快速などの種別が停車します。また右側にはですね名鉄線のホームがあり乗り換えすることが可能です。またで、ね、名古屋までだいたい15分ぐらいで行けることから、まあこの駅からもね多数のお客様が乗車されます。次の停車駅は名古屋駅です。電車は名古屋駅に到着しました。名古屋駅はね JR 東海の拠点駅としても知られています。この駅はですね中央線、関西本線をはじめとし東海道新幹線、青波線、名鉄線、近鉄線と乗り換えすることができます。向かい側にはですね特急飛騨名古屋止まりの車両が停車しています。次の停車駅は金山駅です。電車は名古屋駅を発車しました。説明し忘れてたんですけど、名古屋駅といったらやっぱりねこちらにあるようなねきしめんがね有名ですよね。あとはですね名古屋駅の横には JR セントラルタワーという超高層ビルがあってねしてね、まあ、そういうところへ行く人がねこの名古屋駅を多数利用するものだと思われます。あとねこの辺りはもう案外ビルが多いですね。ここで向かい側にはですね211系とですね313系セントラルライナーの車両がで運転される普通列車が発車していきましたね。いや車両の格差やばすぎだろう。電車は金山駅に到着しました。金山駅はですねこちらの左にあるように、名鉄線と、中央線と乗り換えすることができます。ですね、まあ乗り換えするんだったら名鉄線に乗り換えするのであれば、こちらの金山駅での乗り換えをお勧めします。こちらの金山駅にはですね先日からこちらのねQR コード読み取り式ホームドアが導入されました。では実際ねその様子を見てみましょう。電車は金山駅を発車しました。次の停車駅は刈谷駅なんですけれども、この電車ね新快速や快速が停車する大府駅を通過するんですね。大府駅は
竹豊線と乗り換え駅なんですが、乗り換え駅を通過する快速電車なんてなんかちょっと乗り間違いするとやばそうですね。じゃあその通過シーンもね見ていきたいと思います。こちらがですね、特別快速と特急以外、特急しかね通過しない大府駅となっています。かなりね広い駅となっています。あちらに止まってるのがね竹豊線に直通する快速電車です。いや竹豊線に乗る人はねちょっと乗り間違えたらちょっと悲鳴をしか上げれないっすね。電車は刈谷駅に到着しました。この駅はですね名鉄線と乗り換えができるようです。いややっぱ愛知県の主要駅って大体どこの駅も名鉄来てますよね。そう思う方は高評価チャンネル登録お願いします。だからといって終わるわけではありませんよ。まだまだ続いていきますから、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。電車はね三河安城駅を通過していきます。皆さんもね三河安城といったらやっぱりあの東海道新幹線が停車する駅としても知られているんですけどね、なんと新幹線が停車する駅をこの特別快速は通過していくんですね。なんとこちらの三河安城駅は新幹線の停車駅なのにもかかわらず全ての快速列車が通過するする駅として知られています。ちなみに三河安城駅は小玉号しか止まらないそうです。電車は安城駅に到着しました。快速電車は三河安城ではなくてねこちらの安城駅に停車します。次の停車駅は岡崎駅です。多分電車は岡崎駅に到着しました。岡崎駅ではですね愛知環状鉄道線と乗り換えすることができます。しかしねこの愛知環状鉄道はね環状と名乗っているのにかかわらずね環状しないんですね。また動画で紹介できたら紹介していきたいと思います。次の停車駅は釜郡駅です。電車は刈谷駅に到着しました。向かい側には各駅停車浜松行きが停車しています。そしてねこの駅はね名鉄線とも乗り換えすることができます。次の停車駅は終点豊橋駅です。次の駅にね三河宮という駅があって快速新快速が停車するんですけれども特別快速は通過します。電車は三河宮駅を通過中です。いやあまり案外ちっちゃい駅でしたね。向かい側にはですね名鉄線の線路と飯田線の線路が見えます。こちらの線路はねなんと名鉄線と飯田線が共有しているということで有名な区間としておなじみな区間となっています。いや JR とね私鉄が線路を共有している区間ってねまあ日本探してはいくつかあるんですけれども、まあ、関西で言ったらあの関西空港線のリンクタウン関西空港間のところが南海と JR の共有になっています。向かい側からですね特急伊那路がすれ違いましたね。373系の3両編成の電車です。電車は豊橋駅に到着しました。この駅はですね日本一最長距離の路線として知られている飯田線をはじめ名鉄線東海道新幹線豊橋鉄道線と乗り換えすることができます。この車両はね多分車庫へ引き上げられるものだと思われます。はい、ね、先ほど、刈谷駅で追い越した、普通浜松行きに乗っていきます。こちらもね先ほどと大垣まで乗車した311系電車ですね。電車は豊橋駅を発車しました。ここから豊橋からですねずっと各駅停車に、ね、乗っていくことになります。電車は新所原駅に到着しました。この駅はですね天竜浜名湖鉄道と乗り換えすることができます。向かい側にね止まってるこの黒っぽい車両が天竜浜名湖鉄道の車両だそうです。まあチューリップの絵が描かれていますね。はい、ね浜
名湖が見えてまいりました。浜名湖はね、あのうなぎの養殖とかで有名ですね。まあ、自分あのこの撮影時期にね、まあ、2021年1月から放送されている漫画タイムキララに連載されていた、ゆるキャンシーズン2見てたんですけれども、まあ、ゆるキャンのシーズン2でもその浜名湖とか浜松が出てきてるので、またそちらもね観光していけたらいいなと思います。こっちの方もね綺麗ですね。あ、ありました。多分あれです、あの赤い鳥見えますか。多分あの赤い鳥居があのゆるキャンの聖地になった場所ですね。これで電車は弁天島駅に到着したんですけど、いや明らかにねちょっとホームの幅が広すぎますね。これいやこれはちょっと広すぎますよ。電車は浜松駅に到着しました。浜松駅といったらね、あの赤色のね大きい建物があるんですけど、あそこにはですねホテルや展望台などがある浜松のアクトタワーというものがあります。自分も浜松は2回行ったことあるんですけれどもね、ほんといい街なんでね、またこの旅チャンネルの方でも紹介できたらいいなと思います。この駅はですね東海道新幹線と遠州鉄道線と乗り換えすることができます。はい、次乗車する電車がまあ普通豊橋行きってなってるんですけれども、まあ奥にね止まっている3両編成の電車が豊橋に行って、こちらの車両はね静岡方面に行く沖津行きの電車になります。ではこちらの電車乗ってね静岡方面に行きたいと思います。こっからですね18キッパーの遅刻の区間と言われている、もうこれ見てください、ロングシートですよ。もうロングシート耐久修行区間となっております。もうね耐えていきたいと思います。電車は浜松駅を発車しました。こっからですねオールロングシートの313系に乗って静岡駅を目指したいと思います。次の停車駅は天竜川駅です。電車は現在天竜川を渡っています。いやかなりね川の面積広い川となっている、います。まあ一番流域面積が広いのがですね、その茨城県などを流れる、利根川だそうです。電車は御厨駅に到着しました。この御厨駅はですねなんか1年ほど前に開業した駅となっています。いや綺麗ですね。でもホームも長いですね。やっぱりこの JR 東海の持っている駅はだいたいホームが長いので、ちょっと余分に作りすぎかななんて思ったりもします。電車は掛川駅に到着しました。掛川駅は東海道新幹線と天竜浜名湖線と乗り換えすることができます。少しね規模は小さい駅となっていて、こちらにはねなんかいい感じの模様が描かれている駅となっています。電車は金谷駅に到着しました。金谷駅はですね大井川鉄道と乗り換えすることができます。はい、静岡駅に到着したんですけど、ちょっと寝過ごすとこでしたね。危なかったっすね。じゃあちょっと一回ね途中下車しようと思います。はい、静岡駅でねちょっと昼食買ってきたわけなんですけど、ここからねワープします。新幹線使ってねワープしていきます。今からですね駅名表示は、あ、ここは古いタイプのやつか。あちらにあります一番上に表示されている光504号東京行きに乗ってね、新横浜までね行きたいと思います。あと10分あるのか。まあねホームの行って待ちたいと思います。光号入線してきました。今日は JR 東海の G 編成ですね。これ新装されたやつですね。これではそれ乗っていきたいと思います。電車は新幹線ですね、まあ静岡駅を発車しました。この光504号は熱海、新横浜、品川の順に停車していきます。次の停車駅は熱海駅です。やっぱり新幹線か
快適ですね。約1年ぶりぐらいに乗ってたんですけど、ちょっとまあ金なくてね、もう新幹線乗れなかったんですよ。でもやっぱこのように今新幹線乗れてすごい楽ですね。早い、まあ、光号にもかかわらずまあ早いですね。最高です。電車は熱海駅に到着しました。こちらの熱海駅は JR 東海と JR 東日本の境界駅となっています。この駅では JR 東海道線をはじめ伊豆急行鉄道と乗り換えすることができます。次のね、横浜駅で私は降ります。本当の実際の駅は小田原なんですけど、この電車は小田原を飛ばしますので、まあ、次の停車駅が、新横浜ということになります。はい、ね、新横浜駅に到着しました。いやね、これただいまの時刻はね13時24分なんですけれども、もう40分ぐらいでね、もう横浜まで移動できたのですごい楽でした。やっぱ新幹線はいいですけど、やっぱ金高いですね。それではね、またここからですね、あちら見えると思いますか、あれね、 JR の横浜線です。あちらに乗ってね、また東京駅の方に目指していきたいと思います。新横浜到着したので、こちらですね、横浜線5、6番線 JH って書いてますね。なので横浜線乗っていきたいと思います。いやー、1本乗り過ごしましたね。すげー、 E233 だ、すごい。なんですね、ここ。はい、来ましたね、東神奈川駅ですね。横浜線あるある、横浜線なのにもかかわらず横浜に行かない行き先ですね。さっき乗り過ごしたあの桜木町駅はあの横浜に行きます。あ、ガラス機。はい、東神奈川駅に到着しました。ちょっとね、向かい側のね、また後で、まあ、一本後の京浜東北線乗って東京行こうと思います。なんか東海道線なんか今遅延してるらしいんでね、ちょっとね、こちらの京浜東北線で移動したいと思います。はい、次はこちらの京浜東北線快速大宮駅に乗って東京へ向かいたいと思います。はい、電車はね、現在多摩川を渡っております。この多摩川を越えると神奈川県から東京都に入ります。続いて線路の解説をいたします。一番奥に見える水色の、ね、鉄橋がかかっている線路が京浜急行電鉄京急線の線路です。そしてこの手前京浜東北電池海側の線路はですね、東海道本線上野東京ラインの線路になっています。電車は品川駅に到着しました。ここからですね、山手線と並走していきます。電車は2020年に開業した高輪ゲートウェイ駅に到着しました。いや、品川駅から数秒で着きましたね。わ、すげえ、開放感のある駅舎になっていますね、これすごい。現在電車はですね、新橋駅通過中だと思います。あ、新橋駅ですね。はい、電車は東京駅に到着しました。高槻出発から、約8時間5分、まあ一部新幹線使いましたけど、まあ大体それくらいの時間をかけて東京に到着しました。それでは最後にね、この京浜東北線を見送ってから、ちょっと駅の外に出てみたいと思います。見てくださいよ、これ赤いタイルがね、
あるんですけれども、昔のね東京駅を思わせてくれるようなね内装となってますね。それでは改札出ていきたいと思います。すいません、東京の下車員お願いします。この辺りに押してください。ありがとうございます。はい、もうサンシャイン真村、次に関東進出しました。ちょっとね東京駅の石碑がどっかにあるらしいんで、さっとそこでねエンディング撮りたいと思います。はい、6時13分にね大阪にある高槻駅を出発して、まあ、一部静岡から新横浜まで新幹線でワープしましたけど、無事ね東京駅にたどり着くことができました。まあ補足しますとね、まあ、道中ねちょっとハプニング、まあ予定には影響なかったんですけど、ハプニングが2つありまして、まず1個ね、浜松からですね普通列車乗って静岡まで行ったと思うんですけれども、途中で寝ちゃって起きたのがギリギリ静岡駅で起きたので、もしあれで寝過ごしてたら大変なことになってたなーってちょっと思ってます。あ、ちなみにあの列車は沖津行きでしたね。これでもう2点目がですね、昼食にね静岡駅でパン購入したんですよ。その時に支払いの際に携帯電話使ったんですけど、その携帯電話をお店に忘れたのをホームに上がってから気づいて、もうダッシュで取りに行きましたね。それでまあ店員さんもが預かっていてくれて、すぐね もらってそれで新幹線無事乗れたんですけれども、まあちょっと忘れ物とかどういう時間管理はね徹底していかないとなと思います。まあこれ次はですねオール普通快速新快速特急新幹線使わずにね東京とかね来れたらいいなと思いますので、ぜひ皆さん期待しておいてください。これからですねサンシャイン真村関東鉄道スペシャルということでね、関東の鉄道をメインにしたね動画を出していきますので、皆さんぜひお楽しみにしておいてください。この動画が良かったって思う方は高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン真村のツイッター、インスタグラムのフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。